楽しい会社を作ろう。はい、皆さんこんにちは、小野瀬正也です。今日は志村けんさんの利他的発想という記事がですね、日経 MJ に出ておりましたので、それについてちょっとお話をしていきたいと思います。2020年の4月15日の日経 MJ の記事にですね、志村けんさんの利他的発想ということで、ちょっとした記事が載っていたんですけれども、先日志村けんさんがお亡くなりになったということで、みんながですね、惜しい人亡くしたなということで、本当にこうみんなが、若い人から、年配の方まで本当に多くの方が、志村けんさんが亡くなって、すごい、喪失感というんですかね、そういうものを感じてたと思うんですけども、それについて記事が出てました。で、なぜ、そういうふうに大勢の方って言っても、その本当に幅広い年代にわたって、若い人から年配の方まで、多くの方が本当に、寂しいなというような思いをしてたのかということについて、ちょっとした分析をしてたんですけれども、それはなぜかというと、志村けんさんの笑いの中に、他者への深い優しさが練り込まれてるからだというようなことが書かれてました。で、確かにですね、NHK でやってる、隣の志村っていう、ちょっとミニドラマみたいなのをいくつかやるような、番組があるんですけども、そこには志村さんが、主人公になっていて、いろんな、よくありがちなことを、日常のですね、よくありがちな場面を取り出して、こうお笑いにしてるんですけども、ゲラゲラ笑うっていうような、笑いではなくて、少し哀愁が漂ってるっていうんでしょうかね。よくありがちでなことなので、志村さんがやるわけですから、おじさんですね、普通のサラリーマンが、会社の部下と、なんか飲みに行ってどうだったとか、部下に相談をされてどうだったとかっていうようなこととか、あと家庭に戻ると、奥さんからも、掃除してる時にこの、ちょっと邪魔よみたいに言われたりですね、子供からもちょっとなんかつっけんどにされたりとか、しながら、いわゆる普通のあれですよね、お父さん夫みたいな、のを描きつつ、その中に笑いが、よくあるよな、ありがちだよな、俺もそうだなみたいな、そんな風に思わせるような、こんな家庭あるなみたいな、なんか思わせるような笑いなんですよね。他にもいろんなのがありますけれども、その隣の志村っていうのはそういうようなお笑いでした。で、それなんかを見ると、確かにその深い優しさが練り込まれてるなみたいな感じが私もします。で、ここの記事の中にはですね、そういう面白さを提供する人々、コメディアンですね、は志村けんさんに限らず、必ずしも社交的ではなくてシャイで内省的な方が多いというような分析をしています。全員が全員そうかは分かりませんけれども、志村さんも、普通に何か飲みに行ったりすると、ほとんどあんまり喋らないで、静かに飲んでいらっしゃるということですよね。で、シャイで内省的な方で、いろんな分、内省的ってことはいろんな分析をしたりするわけですけど、自分がどう見られてるのかとか、どういう笑いを、やればいいのかとか、いろんなことを、分析したり内省したりするんだと思うんですけども、だからこそ、利他的な発想が生まれてくるんじゃないかというようなことをこの方は書いてます。で、この利他的っていうところがちょっとこうポイントで、今日はその別にお笑いの話をしてるわけでも、志村けんさんの話をするわけでもなくて、マーケティング的な視点でその利他的なこと、それからお客様のためにとかですね、そういうことを言うところがちょっとポイントなんですけれども、この利他的な発想っていうのは何なのかっていうことですね。で、志村さんの言葉として紹介されてるのが、人を笑わせるのではなく笑われるのが好きなんだって、志村さんがおっしゃってるっていうことを紹介してました。人を笑わせるのではなくて笑われるのが好きなんだ、微妙な違いって言えば微妙な違いなんですけど、大きな違いって言えば大きな違いだっていう気もするんですけれども、この笑わせるっていうのはどっちかというと自分が主なんですよね。俺がお前を笑わせるじゃないですけど、皆さんを笑わせる、自分が、私がっていう感じなんですよね。で、この笑われるっていうのは、私が笑われるというような言い方もできますけれども、あなたが笑うみたいな、なので、笑わせてる、笑うきっかけを作ってたりするのは、こっちというか志村さんなんですけど、でも笑われるようなものが好きなんだと。で、どっちかというと相手が主なんだと。で、この笑われるっていうのは結局自分が上に行くんじゃなくて、その相手よりも下のところに位置していて、笑われる、そういうのが好きなんだと。笑わせるってことになると、
まあ、どっちかっていうとややちょっと上から目線な感じですよね。そうじゃなくて、志村さんは笑われるのが好きなんだっていうようなことをおっしゃってる。でここがその、まあ、利他的な発想とかですね、顧客志向とかっていう時に重要なことになってくるだろうと思うんですけれども、まあ、よくお客様のためにって言うんですけれども、これがですね微妙なんですよ。で、お客さんのためっていうのは、まあ、いい言葉のようにも聞こえるんですけれども、ちょっと違ったりするんですね。お客様のため、お客様のためって言って、いろいろやってることが実はお客様のためじゃなかったりする。例えばこういろんな機能をどん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 追加していっちゃってすごい難しくなっちゃって、かえって使いにくいよっていうふうに、まあ、なったりしますよね。最近の、まあ、電化製品とか、まあ、スマホなんかもそうですけど、スマホになる前のなる前っていうか、まあ、携帯電話ですね。携帯電話も、まあ、あれ電話っていうよりもいろんな、まあ、今のスマホと近いところがあっていろいろネットにつなげるとかいろんなことができますけど、そんなにできなくてもいいんだけどみたいなありますよね。でどん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 難しくなっちゃって、その中の使ってる機能はほんの一部なんだけどなみたいなことがあったり、します。でほんの一部でも、まあ、普通に使えればいいんですけど、まあ、すっごい機能が盛りだくさんに盛り込まれてるがゆえに、まあ、高くなるし、あと使いにくいなんてことになっちゃったら、まあ困ったことですよね、お客さんの立場としては。でもそれはお客様のためにっていう感じでどん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 そういう機能を追加していったり、まあ、いろいろサービスを提供するようにしたりとかってやるんですけど、それは本当はお客さんからとってみればありがた迷惑だったりする。するとこの顧客のため、お客様のためっていうのは必ずしもいいわけではないっていうことなんですよね。いいわけじゃないっていうか、本当にお客様のためだったらいいんですけど、どっちかというとそのこっちがお客様のため、お客さんのためって言って過剰なサービス、過剰な品質で提供してしまう。なのでその似たような言葉なんですけど、顧客のためっていうよりも顧客の立場に立つっていうことが大事だろうっていうことなんですよね。これ微妙な違いなんですけども、まあ、これも顧客の立場に立つって言っておきながら、実際はなかなか立てない、相手の立場に立つ、他の人の立場に立つっていうのはなかなかそんな、まあ、できないんですけど、でもこう相手のため、お客様のためっていうよりはお客様の立場で考えるっていうふうに、まあ、なっていった方がより、お客様の目線で、いろんなものができて、サービスを提供したり商品を開発したりっていうことができるようになるだろうと思うんですね。でもこの辺が微妙な違いなんですけれども、まあ、志村さんの笑いはどちらなのかといったらお客様の立場に立っている笑いだろうっていうのが、まあ、この記事の、主張なんですよね。で、まあ、同じようなことで売り場とお買い場なんて言いますね。売り場っていうのは売る、買い場っていうのは、まあ、買ってもらうっていうことですよね。売ると買っていただく。で、これ同じことだって言えば同じことなんですけども、やっぱりちょっと微妙なニュアンスが違いますよね。売るっていうとちょっと極端なこと言えば売ってやってるんだみたいな感じですけれども、お買い場とか、いうふうに言えば、まあ、買っていただいてると、お客様に買っていただいてるんです、お客様が買い物をしていただく場なんですと、いうことで、その微妙な違いがサービスとかの、品質の微妙な違いになって現れてきたりするわけですね。で、まあ、繰り返しになりますけれども、この顧客のためっていうのはどちらかというとこう押し規制になるようなことが多い。まあ、先ほども言いましたけれども、どん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 お客様のためになるっていうことで、どん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 なんか過剰な品質にしたり過剰なサービスを提供したりする、そこまでいいんですけどっていうような感じになってしまうんですよね。だこれはすごく難しいことなんですけれども、やはりその、一人よがりなお客様のためにならないように、本当にお客様の立場に立っていろんな、まあ、サービスを提供したり商品を開発したり、まあ、いろいろビジネスを展開していくっていうことが、まあ、大事なんだろうなと、いう、記事であったのと、まあ、私も日頃そういうことを考えてたので、ちょっとこれを取り上げてみました。お客様の立場に立つっていうことは、まあ、すごく難しいですけれども、それを、地道に日頃から常に意識してやってると、まあ、自分もそうなってきますし、組織全体にそういう目線が、定着していって、まあ、マーケティングに強い会社になっていくんじゃないかなというふうに、思います。今日は以上です。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。チャンネル登録もお願いいたします。